困る瞬間あるある。あなた誰かに似てると思ったら親戚のおばちゃんに似てるわ。あー、そうなんですか。知り合いに似てると言われた時のリアクションに困る。よかった、かったいんですけど。財布のチャック開閉時にお札を巻き込んだ時の困り。パスコード何だったっけ。指紋認証、顔認証に頼りすぎた結果パスコードを忘れて困る。ねえねえ、質問があるんだけど。え、何？子供ってどうやったらできるの？あ、それは子供から無垢な瞳で性に関する質問をされた時困る。でも遅いよ、行きたいけど対向車が来てるから全然抜けないし。自転車って危ないよね。前を走る自転車に困る。そろそろ起きるか。あれ、ないぞ、メガネどこだ。寝起きに枕元に置いていたはずのメガネが見当たらないとき困る。この間教えてもらった映画見てきたよ、めっちゃ面白かった。あーね、ポップコーン食べながら見たんだ。あーね、また見に行きたいな。あーね、あーねばっかり。あーねになんて返したらいいか困る。くっそ、全然取れねえ。ハンガーが絡み合って取れないときのイライラしながら困る。向きがバラバラだとまとめてガバッと取れないのよな。バラバラにかかっていた時の煩わしさに困る。最後に切った人ちゃんと中身捨てなさいよね。前回使った人の爪が中に残っていた時の困りと不快感。硬くて切れないな。足の親指の爪が硬くてなかなか切れない時の困り。うわ、僕は止めた。用意したゴミ箱の中に切った爪が落ちてくれない時の困り。なんでログインできないの？もしかして乗っ取られた？頭文字は大文字か。しっかり書いて管理していたパスワードなのにログインできなかった時は焦るし困る。